ふーちゃん元気になったね。ちょっとふーちゃんの心配なところをちょっと見せたいと思います。ふーちゃん、お口開ける？お口開けて。ごめんごめん。ごめんごめん。ふーちゃんよく見えないからもう一回見せて。あー、ふーちゃん。ふーちゃん、あーってして。あーってして。みーちゃん、ありがとうっけね。上がって、昨日見たらちょっとそれが大きくなってて、あ、本当ですね、はい。ご飯は食べれてますか？そうですね、昨日の段階では全然食べれてて、まあ、口内炎に近いものだとは思うんですけど、ちょっと年齢的にもね、なんていうのかな、腫瘍とか、がんとかっていうのはちょっと早すぎますから、おそらくその、炎症によるものだとは思うんですけど、おそらく時間が経てば、時間とともに腫れは引いていくとは思うので、ごめんね。なのでちょっと抗生剤だけ、わかりました、ちょっと覗いてもらって、はい、で、はい、オッケー、じゃあちょっと、体重だけ、うん、一緒だね、150g ですかね、はい、はい、OK です、大丈夫ですか、はい、よかった、いいの、尻尾踏んじゃった、うん、お薬の袋の中に指ちょんちょんって入れてつけてあげたらいい。確かに。みーちゃん、ふーちゃん、ただいま。ふーちゃん、もう一回病院行こうね。治んないから。もう一回見して。ありがとう。ちょっと見た目があれですけど、ちょっと口を欲しいな。お薬は全然問題なく飲めました。ちょっと嫌がってる時はあったんですけど、ね、この奥のこれですね、今ふーちゃんかなり若いですよ ね、8ヶ月っていう子 でよくフェレットちゃんのその若齢の子ですね、かなり若い子とかでああいう口のとこに
何か原因がわからないけど、できものができるってよく言われてたりはするんですね。です基本的には自然に退縮するって言われてるものなので、うん、今食欲等もあって、元気もしっかりあるってことであれば、問題ないかなとは思います。もしやっぱりどんどん大きくなるとか、はい、ご飯食べれなくなる、食べにくくなってるってことであれば、はい、やはり何かお薬を使ってあげないと、こう、収まっていかないようなものっていう可能性はありますけれども、基本的に何もしなくても、基本的には何もしなくても自然にこう、どんどんちっちゃくなっていくって言われるものも、ありますので、はいはい、ちょっとこのままお薬をまず切ってみて、はい、様子を見てみてもいいかなと思います。ちょっと体重だけ測りましょう。ちっちゃい分だけ測りましょうか。すみません、ちょっと。いいです。はい、ありがとう。ありがとうね。よくなってきたね、ふーちゃん。よかったね。